株式会社アンデルセンは、広島県広島市中区に本社を置く、製パン会社、アンデルセングループの系列会社である。高木ベーカリー創業者の高木俊介が1959年に、デンマークのコペンハーゲンで食べた、デニッシュペストリーに感銘して以来、デンマークをテーマとしており、野豪は、デンマークの童話作家ハンスクリスチャン・アンデルセンを、由来としている。 日本初のセリフチョイス導入やデニッシュペストリーを初めて販売したことで知られる。広島アンデルセン、青山アンデルセンなど全国に74店舗展開し、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベエリアにも進出している。2008年5月にはコッペンハーゲンにデンマーク1号店をオープンした。現在、日本国内のほとんどのベーカリーで採用されている。 顧客がトングを使用して商品をピックアップする販売方法の発祥である。1階がベーカリーと池花や生鮮食品売り場、2階がセルフサービスのレストラン、3階がデザインショップ、4階から6階がパーティーフロアからなる。1967年10月、バンと洋菓子店とレストランの複合店舗としてオープン。その後増築して現在の状況になった。 創業者の思想や建物自体の由来から、マルグレーテ二世以上とヘンリク王杯、フリデリック王大使とデンマーク王室がここも訪れている。長年続いたアンデルセンとデンマーク王国との交流から、広島アンデルセンには、広島、山口、島根、鳥取各県を管轄とした在広島デンマーク王国名誉領事館が存在する。北川宗は、 元々は銀行だった被爆建物でアンデルセン開業の際にリノベーションして以来使用されてきた。入り口には人魚のモニュメントを記したプレートが設置されている。開店して以降も何度か改装を受けているが2016年1月より一時閉店して建物を解体し建て直されることになった。建て替えの期間中、宇都宮証券級本社建物を 仮店舗にして営業していたが、2020年8月1日、リニューアルオープンした。国道246号と表参道との交差点付近にあり、すぐそばに東京地下鉄表参道駅がある。1970年10月オープン、1985年7月現在地に移転、2004年11月リニューアルオープンした。地下がサンドイッチバー。 1>, 1階がベーカリー、2階と3階がレストランからなる。2017年7月、表参道駅の再開発に伴い閉店した。ありがとうございます。